藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。鳥の声聞こえますか。今日はスタジオということでカンコドリが鳴いてます。はい、完璧な親父ギャグが決まりました。こんばんは、藤ヶ谷太輔です。ちょっとね、YouTube で矢沢さんの YouTube 見ること多いんですけど、皆さん見てますか、矢沢さんの YouTube。 めちゃめちゃかっこいいですよ。その中でね、2003年のね6月に、その矢沢さんがねディズニーシーで、完全もうサプライズらしいんだけど、出演した映像がですね YouTube にあるんですよ、その矢沢さんのチャンネルの。あれちょっとね見てほしい。めちゃめちゃかっこいいですよ。いや、普段はミッキーが登場するところ、キャラクターが出るであろうところからで、なんか多分完全サプライズだから、そのなんていうのかな、その名前を呼ぶのよ、要は今日のゲストはっていうか、サプライズゲストはって言って、でその時のなんかざわめきとかも入ってるの。えーって言って、もうスターだる、超かっこいい。歌もめちゃめちゃうまいし、男らしくてかっこよくて、ちょぜひ見ていただきたいです、矢沢さんの YouTube。 キスマイの YouTube 宣伝しろよって話ですよね。キスマイもYouTube やってますんで、ぜひどちらもチャンネル登録、あと何いいねお願いします。言い慣れてない言い慣れてなさすぎる。ぜひよろしくお願いします。さあ、あなたと過ごす170回目の夜、最後までよろしくお願いします。まずはあなたのリクエストから。千葉県のラブさん、雨にまつわる曲はたくさんありますが、ずっと昔からカーペンターズの雨の日と月曜日は私の特別な曲です。憂鬱な雨の日にこの曲の奏でるメロディーを思い出すと少し気分が和らぐ気がします。こんな日も私は生きてるんだなって感じでしょうか。若いリスナーさんは知らない方も多いかもしれません。リクエストで取り上げてくださると嬉しいです。いや、いいですね。僕もね、雨の日がね苦手なんですよね。なんかこうテンション落ちちゃうし、最近はねなくなったけど、もう20代の頃とかは、あ今日雨だってなった時に結構もう、ね、予定キャンセルしちゃってたんですよ。なんか買い物、自分のね個人的な、そのなんか人に迷惑かけないさ、あ買い物いいやとかで、スーパー行くにしても自分の家から、駐車場車で出て、でそこのスーパーも駐車場があるスーパー、濡れないスーパーにしか行かないっていうか、そういうのやってたんですよ。だからなんかこういう曲があればさ、雨の日でも楽しめたりとか、なんか雨の日が嬉しくなるっていうのって、なんかね僕の中で大人な方だなって思う。雨の日でもうわなんだよテンション下がるわじゃなくて、雨の日は雨の日でいいという、だそういうのでこう曲でっていうのもすごくいいなって読んでと思いましたね。それでは聞いていただきたいと思います。カーペンターズで雨の日と月曜日は。Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around. Nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Walking around some kind of lonely cloud. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems I always wind up here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me.
come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days, Mondays always get me down. お送りしたのはラブさんのリクエストでカーペンターズで雨の日と月曜日はでした。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ、キスマイフット2、藤ヶ谷太輔がお送りしています。この時間は札幌一番がお送りします。札幌一番。皆さんは札幌一番に7つの味があるのをご存知ですか？コク深いスープの味わいがたまらない醤油味、8種類の味噌のブレンドが特徴の味噌ラーメン、素材の旨味がぎゅっと詰まった塩ラーメン、奥深い香りが口いっぱいに広がるごま味ラーメン、あっさりしながらコクのある塩豚骨ラーメン、パンチの効いた辛さが元気をくれる味噌ラーメンうま辛、濃厚ソースと麺のボリュームが最高のソース焼きそば、7つの美味しさぜひ楽しみましょう。あなたと過ごす土曜日の夜、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。7月に入りました。下半期のスタートです。下だけをカタカナにすると下半期、下半までカタカナにすると下半期、全部カタカナにすると下半期。耳で聞くと同じですが、文字にするとちょっとエッチなんですよね、というっていうだけの話なんですけどさあ、2022年のまあ後半戦になるわけですね。毎年やっぱ言うけど、やっぱ早いよね。前半も上半期も早いし、多分下半期もあっという間だしっていう感じですね。まあ何を頑張るかわかんないですけど、頑張ってきますラジオの前のあなたと僕、藤ヶ谷太輔だけの時間、僕にとってあなたの声を紹介していきます。栃木県のうっちゃさん、保育園に通っている5歳の息子がラブレターをもらってきました。息子には両思いの子がいますが、ラブレターを何度も読んだ挙句、とりあえず保留だなと言い出し、5歳にしてとりあえず隊を結成させていました。藤ヶ谷さんはとりあえず隊いましたか？あー、懐かしい響きですね、とりあえず隊いないでしょ、これ初めて聞いた。これすごいね、5歳であるんだ。まず5歳で保留だなの時点でちょっとこう面白いよねっていうの、さらにね、とりあえず隊だなっていうとりあえず隊何人いるんだろうね、この子、この子のとりあえず隊。そこからでも繰り上がることもあるわけでしょ。まあ、とりあえず、まあ、レギュラーじゃなくて、まあ、準レギュラーにしといて、何かあった時に、まあ、自分の中でのレギュラーに昇格したりとか、まあ、落ちたりもするわけでしょ。とりあえずの下から外れちゃったりとか。これ聞いたことない、とりあえず隊。この、ラブレターを5歳でもらうっていうのも早いですよね。内容気になるな。好きです、みたいなことなのかな。結婚したいです、みたいなことなのかな。ねえ、せっかく女の子が思いを込めて書いたら、まあとりあえず保留だな、とりあえず隊だなってこれかっこいいな、俺も言いたいわ、とりあえず保留だな何様だった話だね、面白いな。マミさん、藤ヶ谷くんは小食ですよね。私も小食なのですが、最後の一口がどうしても食べられないことがあります。あと一口なのにと自分でも思うのに、その一口が食べられません。子供の頃からです。好き嫌いはないのですが、最後の一口だけどうしても入らないことがあるのです。藤ヶ谷くん、分かっていただけますか？分かんないですね、これねいや、僕も小食ですけど、その最後の一口が食べれないっていうことはないですよ。でも、まあ、僕小食ではあるけど、例えばこう先輩方と食事に行くときに、最後の一個とかって残りがちじゃないですか、いろんなお皿で。そうなると、まあ、後輩的にはまあ先輩食べてくださればね、先輩どうぞっていう感じですけど、
でも先輩も手出さないし、これはなんかちょっとこう礼儀とか関係なく、あ、これ言っちゃっていいですかって言った方がなんか空気軽くなるかなって、後輩が会えていくっていうか、あ、これ最後1個もらっちゃっていいですかみたいな。でもなんかねえ、なんか礼儀的には先輩が、あ、これ最後食べてよって、あ、いいですか、いただきますってなるのがなんか流れじゃないですかってなると、喋りながらなんとなく最後の、じゃあ例えば4皿の品物が残ってて4つが一口分とか残ってた、喋りながらなんとなく、あれ、これ誰も手出さないってことは多分これ俺最後全部俺なん、後輩の俺なんだろうなって思う時はある。だからその分残しとかないと腹八分目っていうかね、結構だからありますよ。そのそういうのでお腹いっぱいで食べれない最後の一口はあるけど、普通の時はないですね。はい、ごめんなさい、もう全然わかんないですね、すいません。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。一人で疲れた時、あのタレントがそばで語りかけてくれた。距離が近い、話が深い、ちょうどいいぬくもり、ラジコ。東京ミステリーサーカス、制限時間10分、最大2人で楽しめる定番リアル脱出ゲームがスタート。色とりどりの壁に囲まれた空間、どうやらこの部屋に閉じ込められてしまったらしい。あなたはこの摩訶不思議な部屋に仕掛けられた謎や暗号を解き明かし、10分以内に脱出することができるのだろうか。閉じ込められる鍵を見つける、脱出する、これぞリアル脱出ゲーム。小さな部屋で巻き起こる最大級の不思議を体験せよ。摩訶不思議な部屋からの脱出、新宿東京ミステリーサーカスでただいま開催中。続いてはこちらです。矢沢、矢沢永吉さんの魅力にどっぷりハマった私藤ヶ谷が、あなたから A ちゃんに関する矢沢メールをいただき勉強をしています。ロッケンロールということでご紹介したいと思います。神奈川県のしずくさん。私の友達夫婦が矢沢の昔からの大ファンで、車のナンバーはいつも914、矢沢の誕生日です。そう、宮っちと誕生日が同じなんですよ。矢沢、大輔くん知ってました？いや、これはあの知ってました、知ってましたけど、あのだから言うことはないですよね。もしうちの宮っちがね、矢沢さん好きだったら、知ってる宮っち、 A ちゃんと誕生日一緒なんだよってありますけど、なんかわざわざその押し付けるみたいな感じはないですね。これだって逆の立場でもさ、なんかね、ガヤさん、あの誰々と誕生日一緒なんだよガヤさんって、ああそうなんだ、もうこれ以上ないよね、これ以下でもこれ以上でもないじゃないですか。でもやっぱあるんだね、車のナンバーにするとかね。俺も好きな方のナンバーとかないな、車ね。でもいいですね、やっぱステッカーとかナンバーとかさ。さあ続きまして、東京都のキャロリーナさん。キャロルのファンの方なのかな、キャロルの頃かな。私が学生の頃にクリーニング店でアルバイトをしていた時の話ですが、お預かりする品物で長いこと受け取りされていない方の場合、お店の奥のラックにて管理していました。その中に一着だけ真っ白なスーツがありました。白いスーツなんて誰が着るんだろうと思ってました。お店のオーナーの方には、いつか分かる日が来るよと言われていました。ある日のことです。髪型をバッチリ決めた男性がその白いスーツを受け取りに来ました。その場でジャケットを羽織り、満面の笑顔でお店を後にされていきました。そのお客様は矢沢さんの大ファンの方で、コンサートの日に受け取りに来て、翌日にクリーニングを出しに来るという、ある意味伝説的なお客様でした。その後私もコンサートに機会があり、矢沢さんのパフォーマンスに惚れ、キャロルのアルバムを購入した一人です。いつか藤ヶ谷さんが素肌に白スーツでマイクスタンドのパフォーマンス期待しています。ああなるほどね、いいですね、かっこいいな。確かにその DVD とか見させていただくと、まあ、白いスーツとか帽子かぶった方、あとまあ髪型をバシッと決めてね、いらっしゃる方々もいるし、いやこの
僕が今こう矢沢さんが好きだっていうことをこう話してるじゃないですか。だからもし自分の意思と関係なく、じゃあグルキスマイの曲で次の新曲はじゃあ全員で素肌に例えばジャケットとかさ、なんか7パターン、あの7人バラの衣装で、じゃあ誰々さんは黒スーツ、誰々さんはじゃあ黄色いシャツとかってなった時に、自分に偶然例えば本当に素肌白スーツが来た時さ、ファンの皆さんとか、あ真似してるって思うよ、ね、しかも自分だけもしかしてマイクスタンドってこともあるかもしれないじゃん。だからもう僕はその公言してる代わりにと言ってあれですけども、あのもちろんパクれるもんでもないんで、もう一切パクらないですね。そうだからさ、この前あったじゃん、なんかちょっとドームでなんかステップしたらさなんかリスナーの方がなんかあの矢沢さんのステップですかとかさ、前と違いましたって、やっぱり矢沢さんの影響ですかって、いやもうなんかちょっとステップ踏めばそうなるし、ちょっと素肌にじゃなんか羽織ったらそうなるし、矢沢さんの影響も莫大だよね、うん、で本当なんか僕はリスペクトをしてますんで、尊敬してるからこそパクれないし一切こう真似はしないという感じでやらせていただいてます、よろしく。さあ続いて北海道のひさちゃんさん、私の住む町に家の外壁に矢沢永吉さんの画像が描かれているお宅があります。ショップとかではなく明らかにお住まいされているお家です。正直以前はファンなんだろうけどここまでするの恥ずかしくないのかなという気持ちになったのですが、私が藤ヶ谷くんのファンになってからは羨ましいかも、気持ちわかるわ、我が家の外壁も藤ヶ谷くん描きたいわと思うようになりました。かっこやりませんが、やかましいわって。見てみますね。おお、なんかこうなんとなくじゃないんだね、もうこれ写真家のような。あ、いい矢沢も左上に入ってタオルを背負って白マイクで熱唱してるとこですね。はあ、そうですね、そうか、だって隣にもまあお家があるわけで、ちょ結構なサイズじゃないですか。横にあるなんかこの実際の窓よりもこの A ちゃんの方がサイズ大きいですね。これすごいかっこいいな。はあ、外壁になんかこうなんか呼ばれてるんですかね、近所とか多分ありますよね、なんか A ちゃんハウスとかきっと。いやいいですね、うん、確かに。あ、今言われて気づきました、上にライト2つありますね。はあ、もうだこれ家建てた後なのかな、で夜でも分かるようにライト2ついっちゃおうかっていう感じだね、2つ照らしちゃおうっていう。いいなあ、はあ、これだからお気に入りのねショット、いつの時代の何の曲かっていう。いいですね、 A ちゃんハウスって多分呼ばれてんじゃないかな、かっこいいな。人の数だけ矢沢がいる、あなたの矢沢を送ってください。受付メールアドレスはgaya@1242.com gaya@1242.com、 あなたの矢沢を待っています。東京有楽町日本放送をキーステーションに放送中、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。最後はこちらです。あなたに代わってありがとう、言えなかったありがとうの気持ちを僕藤ヶ谷太輔があなたに代わって思いを届けます。大阪府アッサン。私が感謝を伝えたいのは名前も知らないご夫婦とその愛犬です。私とご夫婦が知り合ったのは今から6年前の私が中学1年生の時でした。部活帰りの私と愛犬の散歩中のご夫婦が毎日同じ時間に同じ道を歩いていたことから少し話すようになりました。その日学校であったことやご夫婦の今日のお昼ご飯などいろいろなことを話し、ゆっくり3人と1匹で歩きました。しかし私が中学から距離の離れた高校に通うようになり、ご夫婦と会うことは少なくなりました。
3ヶ月に一度くらい、タイミングが合えば会うことができていました。久しぶりやな、元気にやっとるんかと声をかけて笑ってお話をしてくれていたことがとても嬉しかったのを覚えています。しかし、私が高校2年生になった時、以前と同じ時間、同じ道を通っても、ご夫婦と愛犬に会わなくなりました。その時は、時間を変えたのかなと思っていたけれど、寂しさがありました。それから2年が経ち、私は地元を離れ、大学生になりました。先日一度帰省した際に、ご夫婦のことを思い出し、あの時と同じ時間に同じ道を歩いてみました。しかし、ご夫婦と愛犬に会うことはできませんでした。道の隣にある公園にいたご老人にご夫婦と愛犬のことを聞きました。すると、おじいさんはご病気で緩和ケア病棟に入院しており、おばあさんは老衰でお亡くなりになっていました。お二人の愛犬もおばあさんを追うように亡くなったそうです。3年間毎日3人と1匹で話しながら歩いた時間は、私にとってかけがえのないものでした。お名前さえ分かればご挨拶できたのにと今でも悔やんでいます。どうかおじいさんが幸せに旅立っていけますように、そしておばあさんと愛犬が安らかに眠れますように。楽しくて幸せな何気ない日常をありがとうございました。薄らぐ琥珀色、遠ざかるさざ波の音、君の声ほど近くて騒ぐ胸が世界かき消して、どんどん誘うようにしてゆかんごう、揺れないでいかないでよ、見添えた魚のよう痛い天国をからかう、いつもははしゃぐ二人が、今日は風に漂うばかりさ、今夜こそ
お送りしたのはキスマイフット2でワンキスでした。違うよワンキス。ウェブメディアグレイプは日常で見落としがちなニュースを独自の視点で切り取り、5分で読める記事にまとめてお届けしています。人の優しさにフォーカスしたグレイプのコンテンツで毎日の5分間をより充実したものにしませんか？訪日以降、親日志向のある外国人に向けて日本の文化やニュースを英語で発信するメディア、グレイプジャパン。自分へのご褒美や大切な人へのギフトにぴったりな商品を取り扱うオンラインショップ、グレイプショップも運営しています。グレイプで検索。ラジオが読めちゃうウェブサイト、日本放送ニュースオンライン。気になるあの番組の最新トピックスをニュース記事で読みやすくお届けしています。ぜひスマホやパソコンで日本放送ニュースオンラインチェックしてください。日本放送ホームページ 1242.com からアクセス。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズエンディングでございます。僕こういつもあなたに代わってありがとうを読ませていただくと、なんか知らない方とかに出会ってることって少ないなと思って、だから僕はこういう経験が全くないんですけど、なんか名前も知らないけど何かこう話せてお会いすることができてっていう、なんか素敵ですよね。なんか縁だなっていうのを感じますし、いろいろこう事件とかがあるから何ともですけど、なんか昔は知らなくて知らない方でもなんか近所で会ったらご挨拶したりとか話したりとかっていうのが多かったですけど、なんかこういうことって今の時代もあったらいいなって、うん、名前も知らないけどなんかあったら話したりとか、うん、なんかそれはすごく感じましたし、なんか僕はこういう経験がないので、こういう経験をされたこの阿蘇さんっていうのはすごくなんか羨ましいなというか、経験したことがある方にしか感じることができないことがあったんじゃないのかなっていうふうに読んでて思いましたね。さあ、8月17日水曜日、ニューシングル To As One リリースでございます。玉森裕太主演ドラマナイスフライトの主題歌となっております。さあ、番組にメールをください。コーナーはふつおた青春の教科書、男と女のラブルール全部前向きにします、プロテイン男子、矢沢、若者言葉。参加できるものがあればぜひメール送ってください。ガヤアットマーク 1242.com、 GAYA アットマーク 1242.com、 懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。ラジオの前のあなたとはお別れです。お相手は藤ヶ谷太輔でした。また来週、バイバイ。この後日本放送では中居正広さんの番組オン&オンエアです。先日のラジオでダイエットをすると話していましたが、お手伝いできることはあるでしょうか。私今日アイスクリームを食べる予定ですが、中居さんの分まで美味しくいただこうと思います。多分ダッツ系いただきます。日本放送ラブチェケ、東京有楽町から届ける俺らの言葉スムーズ、態度はすかさず耳を澄ます、ブースで会話に花を咲かす、神奈川埼玉栃木に群馬、レペゼは千葉、たくさんのウェスナー盛り上げ聞いた、アクセル全開常に外したレミッター Yo、 毎週土曜日夜11時半、 SONS のオールナイト日本サタデースペシャル。駐車場を予約できるから予定が立てやすい、スマホで予約できて使いやすい、なんといっても料金が安い。時間貸し駐車場予約サイト、アキッパ。通勤ビジネス、お買い物の利用にもぴったり。今すぐアキッパで検索。クーポンコード1242でお得。